はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気学です。お久しぶりです。久々ですね。あれですね、YouTube って習慣ですね。作るのやめると全然やる気なくなっちゃいましたね。動画編集大変になってるのが分かっただけで、なんか満足したところがあったんですけどもね。前回、こちらですね、じゃん。アンカーのね、ヘッドセット買ったよっていう話をして、結構ね、再生していただいて、グッドもいただいてありがとうございますってね、使った感想を言うよと言って全然言ってなかったんで、まあ、あの時から2月でしたっけ買ったのね、3、4、5、6、4ヶ月か。4ヶ月、テレワークで使った感想を喋ろっかなと思っています。はい、そうですね。でね、まあね、こういうのね、よくガジェット系だと、いいとこ悪いとことかで、いいとこピンピン、悪いとこピンピンみたいな話するんですけど、まあ、そんなめんどくさい編集はしないです。いいところは、なんでしょうね、肌に触れる部分、このイヤーパッドの部分とか頭の部分が、すごく柔らかくて、長時間つけていても全然、苦にならない。で、ここのね、湿っても、まあ、これはね、人によると思うんですけど、そんなに強くないので、いい感じですね。で、ここもちゃんと動くので、ここで、動くので、結構ね、耳にフィットする感じですね。で、ここの、取り回しもフィット、回るんで、人間の耳ってちょっと何ですかね、上から見たらハの字になってる感じ、前に出てるじゃないですか。でそこにこう、しっかりとね、こう、フィットする感じ。なので、すごく着け心地はいいですね。で、音もしっかり聞こえてますし、なんていうのかな。あとは、まあ、音普通っていうのも、音とかさ、テレワーク難しいですよね。自分の環境プラス相手の環境に、影響を受けるので、なかなか、評価としては難しいですけど、まあ全然十分ですね。で、ノイズキャンセルもね、そこそこ効いて、いい感じですね。ちゃんとつけたら、フット周りの音が軽く消える感じがします、ね。まあもちろん、私が持ってる BOSE とか、BOSE と、このヘッドホンとか、をね、AirPods Max とかに比べれば、もちろん、大したノイズキャンセルじゃないですよ。でも価格差見て言えよっていう話なので、そこは。価格差で見れば、まあ、1万ちょいの、ヘッドセット。まあ、2つが高すぎるんですけど、に比べれば、まあ、BOSE はもうちょっと近いから、まあ、でも、BOSE クラスのね、ノイズキャンセルを求めるのは酷な話なので、まあ、十分じゃあ十分かな、お家で使う分には。まあ、お家のね、エアコンの音とか、空気清浄機の音は、まあ、スッと軽く消してくれる感じの性能なので、まあまあ、悪くない、感じですね。で、マイクを下げればマイクオンになって、上に上げるだけでミュートオンになるので、まあね、喋り終わった後ポンって上げちゃえばミュートになるできるので便利でいいかなっていう感じです。で、悪い点で言うと、さっき言ったようにこう綺麗にフィットするじゃないですか。で、こうこれがハの字になってこう綺麗にフィットするっていう話したと思うんですけど、長時間つけてて痛くならない代わりに締め付けが緩いんですね。だからこれつけたら、まあ、なんかペンとか落として、落としたと思って、パッて下向くと、これがスポーンと落ちるんですよ。よし、音大きくなっちゃいましたけど。ハの字になってるんで引っかかれないんですね。こう、落ちやすい状態になっちゃうんで、そこはちょっとこのヘッドセットつけてるときは、気をつけなきゃいけない点かな、ところですね。あとはね、ここにね、実はこう、押したら再生とか、上とか下とか、右とか左とかね、早送り戻したとかな、再生停止で回すと、ボリュームアップオフがあるんですけれど、それね、解説明してくれてるシールがあったんですけれど、まあ邪魔だから剥がすじゃないですか。どれだったっけなって思うのが悪い点かな。まあシンプルでいいし、まあぶっちゃけ会議で使うので、まあ再生停止とか必要ないので、まあいいんですけどね、っていうところかな。で、バッテリー持ちも、十分持ちます。フル充電しといて、まああとは1週間 Bluetooth つけて PC 接続して、で PC 切った後、別にこれ勝手に自動でオフになるので、ほったらかして。で、また使って、次の日使って、ほったらかして、次の日使って、ほったらかして。でも、全然問題ないですね。電池持ちもそこそこいいです。どれぐらい、まあ、だいたい木曜日ぐらい、水曜日後半、まあ、よく使った日は、週は水曜日。で、だいたい木曜日ぐらいに、私の場合だと、バッテリーミドルとか、オンにした時に言われますね。私はチキンなので、ミドルになったらすぐに充電しちゃいますけど。まあ、もちろんね、一日中ずっと会議だっていう忙しい方は、電池の持ち悪いかなと思うかもしれませんけど、まあ、週1回ちょこちょこやるぐらいの、私ぐらいやったらちょうどいいかなっていう感じでした。
はい、ということでね、今回は簡単ですけれども4ヶ月間かな、アンカーのヘッドセット使った感想でした。それではバイバイ。